はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。ダウンタウン熱血時代劇、じゃあ続きをやっていきましょう。とりあえずこの四国を目指して、とりあえず出雲まで来たところですね。どうやっていくんだこれは。まあ進んでいきますか、そのまま。どっから行けばいいんだ。山賊か、倒していこう。金稼ぎはしていく。おらおらおら。ああそうだできないんだ、忘れてた、生蔵だ。となると時間がかかるな。仕方だな、そうすると効率よく行きましょう。効率よくこっから行くのかな、長門。なんかどっか通じるところ。あ、行けた、下に行けた。中吉を行くか。こっちはいけない、ここもない。なんか謎の店とかありそうだな、こういうくぼみに。ないかな。おお、降りてきた。どっか入れるところ、この下行けそう。行ける。おお、土佐中吉を行くか。梅三郎がいねえんだけど、とりあえず左へ向かっていくか。完全に洞窟だな、ここも。お、なんか出てきた。与三郎、誰これ。早坂か。貴様、虎像の資格か。クソ、こんなところまで追ってくるとは。いや、足は。ちくしょう、戦いになった。うお、抜いてきた。ほら。あとは、例のごとく。何つばぜり屋、これどうすんだっけ。なんかわかんねえや。なぜか勝った。理由はわからんが。おらおら。よーし。弱い。こんなことで。安心しろ、峰打ちだ。虎蔵め、うぐぐ。おめえさん、勘違いをなすってるぜ。あっしは虎蔵とは関係ありやせん。そうでしたか。すいません。ついそうだとばかり。何か訳がありそうでやんすね。実は虎蔵と同じ旅籠で奴らの話を聞いているのを見つかり、それからというもの奴らにはずっと追いかけられていて。それはどんな話なんで。はい、虎蔵の目的は光月の中吉郎親分を倒して日本一の親分の座につくこと、そう言っておりました。また外国から怪しい薬を仕入れて全国に売りさばくとも。その薬には人を従わせる何かが入っているらしいんです。すげえ薬だな。どこの外国で作られてるんだそんなの。それはもう日本を支配するってことですよね。とんでもない大悪人ですよ、あの虎蔵ってやつは。実は私の両親は虎蔵に騙されて亡くなったんです。だから私はいつか虎蔵をとずっと後をつけていました。でも見つかってしまいまして。そういうことでありやしたか。そうと聞いたら虎蔵を放っときゃしませんぜ。よかったら私も力になります。その心意気喜んでお受けいたしやす。ひとまずは文蔵親分のお屋敷で身を隠しておきなせえ。わかりました、ありがとうございますいきなり言っちゃったけど大丈夫か。なんだこいつはってならないのかな別に国政とかが口を今聞いてるわけじゃないからな虎蔵親分じゃねえ、虎蔵じゃねえし。あれ、俺はもう動きづらいな。何にもねえし、この海。なんかが落ちてる。てか、長え、ここ。おお、ナイス、ヤゴロウ。走れないよね。なんなんだ、ここは一体。完全なる海だな。てか、何、ああ、ようやく終わりが見えたか。あれ？また浜辺に出てきたけど。おお、岩がある。完全に海だな、ここ。あれ、行けねえし、こっち。特に店があるわけでもないな。じゃ、どっか下に通じてんのかな？ここら辺とか。あ、行けた。なんだ、これは。ここも海だしな。流されるー。なんか水流をなんちゃらって言われなかったっけ。わらじ。
カッパのわらじ、水流の影響を受けなくなる。どうだこれで。どうなんだ全然わからんけど、動きやすくなってることは確かだな。うん、まあ早いかな。あれこっちは行けないし、なんなんだここは一体。特に何にもないか。上がりたい。これさっきのとこじゃねえだって。また中吉郎か。さっきの浜辺だよな。早坂がいた。どうなっているこのマップは。あれー、なんなんだ。ちょっと待って、一回わかんねえから、とりあえず駿河に戻るか。いてみんなで殴られたよ。さて文蔵親分の元に戻るか。神録、鶴松は全然強くなんなかったな。結局レベルの弾をな全部国政に投入してるからな。さあ文蔵親分戻ってきやしたぜ。お、力がいる。遅いじゃねえか国政何様だお前は俺はこいつにはめられて命を落とすところだったぜ。うわ痛そう。うう、私が間違っていた。あいつの言葉を信じたばかりに。言い訳は地獄の縁沼様に言え。覚悟しな浅次郎。待って力五郎さん、浅次郎さんも騙されていたのよ。ち、中吉郎親分の誤解を解くにはこいつが必要なんだろう。ここは文蔵親分に協力する全国の親分さんの名前がある。これを見せれば中吉郎親分がいくら頑固でも分かってくれらあな。三木五郎さん、それを集めるために。まあな、まあそれだけじゃねえが、文蔵親分には恩義があるしな。三木五郎さん、おっとこうしちゃいられねえ。国政、早くこれを持っていくぜ。おお出てきた虎蔵。おっとそうはいかねえぜ。熊だか虎蔵って。ち、面倒なやつが現れやがった。力五郎さん、それを私に持っていかせてくれませんか。なんだと。私が責任を持って中吉郎親分のもとへ届けてまいります。ふん、そんな言葉が信じられるか。ガタガタ言うと叩き切るぞ。力五郎さん、わかりやした。行かせてやりやしょう浅次郎さんを。ないいのか国政。こいつを男にしてやろうぜ力五郎。それに惚れた女の前で嘘はつけねえ。もう恥をさらせねえってことよ。国政さん、わかった、とっとと持ってけ。だが今度また変な気を起こしたら、その時は誰が止めても叩き切るぜ。ありがとうございます力五郎さん、国政さん東堂ってこんなキャラだったっけ。これは私が命に代えても届けてきますから。いいキャラになってるな。行ってくるよおことさん。似合わない東堂のいいキャラは。気をつけてね浅次郎さん。熊田が完全に悪者キャラだな。おい何をぼさっとしてんで、早くやつを追え。おう。おっと行かせねえぜ。あいつを男にしてやんねえとあっしの気が済まねえ。彼女にも恨まれちまうしな。ああそうだ、あんまり無理すんじゃねえよ国政。うるせえやい、行くぜ力五郎。おらおらおら、まあやることは一緒。うおくらえ。まずトラスオが仕留められそうだな。いけいけいけ、蹴ってきた蹴ってきた。ザコが。あれあともう一匹いた気がするんだけどな。あこいつだ色が違うから分かんなかった。おお、めっちゃレベル上がる。そうか、あんたらが正義だな。どうやら俺は間違っていたようだみたいなこと言ってたな。
よし、じゃあな、国政。俺は行くぜ。まだやることがあるんでな。また会おうぜ。そうか、達者でな。おみつちゃんと仲良くな。おう、言われなくても仲良くやれやな。行っちゃったよ。何のために出てきたんだ、こいつ。大した役も持たされなかったな。兄貴、俺たちも忠吉郎親分のところへ行きましょうよ。ああ、そうするか。お、山賊だ。ちょっと金を稼いでいくか。どうせだから。ピンピンと。ほら。ほら。てか、最初の下りが全然わかんなかったな。あいつはなんで、あそこにいて、エロ本をあげたんだ。よくわかんねえな、物語が。おら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 。もうここまで来たか。おお、跳ね返した。甘い。すげえ。あ、やべ、だいぶ気力は減ってんな。よし、ちょっと。国政さん、お帰りなさい。仲間を変えるか。今、誰がいるんだと。与三郎、早坂か。いや、早坂も弱えな。パンチとキックが若干強い。どうしようかな。森本を、外すか。いや、五代を外すか。結局、こいつ刀使わねえかんな。よし、早坂を連れてこう。OK。お、また山賊だ。金稼ぎしていくか。さあ、与三郎。君は新入社員だ。頑張ってくれたまえ。新入社員はね、フレッシュさが売りだからね。オラオラ。お、一条が来た。あ、しまった。もう、完全にあれがない。気力がない。ちょっと薬を、うおー、早っ早っ早っ。薬を飲もう。着付けガン。オッケー。おつ、70、異常なんだけど。なんで強くなったんだ。レベルが上がると強くなるとかあんのか。俺って弱すぎる。よーし、オッケー。あれ、どこ行けって言ってたっけ。あ、忠吉郎だ。忠吉郎、忠吉郎親分は、どこにいるって言ってたっけ。光月だっけ。光月だな。また山賊1味だ。ちょっと稼いでいくか。山賊1くらいだからな。稼ぎ86とか言って。異常なんだけど。ほら。いやー、与三郎とか言って何の役にも立たねえな、やっぱり。もう、あー、乗っかっちゃったよ、めんどくせえ。これはもう国政の一人で無双で大丈夫だな。敵がな、まあ最初はタフだったけども、剣術スペシャルを手に入れてからは完全に雑魚キャラと化したからな。はやー。どこだ、どっちだっけ。忠吉郎親分がいるとこ、こっちかな。あ、ここってどうなんだ。森だけど。あ、強い。よし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 。やっぱ伊勢とかだけなのか。おら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 。来て。切り株。おら。よーし。刀って一回振るごとにいくって言うんだろう。オーケー。弾薬をもうちょっと大量購入してこようかな。あれ、越後に来ちゃったよ。謎の黒忍者。早い。足が早い、こいつら。鶴松はヒット分とか減ってんの。あ、また山賊だ。よしよしよし。ちょっと山賊はどうしても倒したい。お金稼ぐ。おー、レベルアップ。これ乗っちゃうな。ほら、くらえ。
お、社員同士で頑張ってるよ。この中でいくと鶴松がまあ一番偉いのか。一応まだ係長を降格させてなかった気がするからな。いてぇ、降格させたんだっけ。梅三郎主任もな、ヒットポイントだけだからな。もっと活躍してくれなきゃな、せめて。黒忍者軍団はいいや。あれどこだ、これ上行くとどこ行くんだっけ。陸中か。え、光月にいるって言ってたよな、中吉郎。ここも一応光月か。下とかあったっけ、これ行けるところ。あ、あったな。よいしょっと。あれ、ここは神社で、この下が町だっけ。全然違えし。あ、これあそこか。梅三郎がいたとこだな。森本と高峰が戦ったとこ。あれ、結局武蔵に戻ってきちゃったよ。わからん、マジで。未だにマップがわからん。あ、ここだ、ここ。え、仕事屋がある。覗いていくか。仕事終わったようですね。あ、これ報告しないといけないんだ。予約かよ。めんどくせえな。どうしよう。ま、ちょっといいや。あ、一応受けとくか。あれ。国政、これで最後でござんす。あっしにその力を見せておくんね。これで最後か。お前とも。この板振りも早かったな。こいつ仲間になるのかな。さすがでござんすね。あっしは中吉郎の息子、国政さんのお力と心根を確かめさせていただいておりやした。一点の曇りもない清々しい男でござんしたね。そうか。はめ殺しただけだと思うけどな。あっしはあんたに惚れやした。これからもご自分の信じた道をまっすぐ進んでほしいでござんす。え、それだけ？マジでそれだけ？まあいいや、仕事を受けるか。もう安いな、700円とかさ、500円とか。陸中、そしてキャラの顔一緒だな。宿屋泊まるか、金あるし。あとはよろず屋行って、ここじゃねえな。なんか1万円の服が欲しいんだけどな。いや、いらないか。あ、ここだ、中吉郎親分。人がいなくなってる。入ってくれと言わんばかりの。おう、中衛門、お客人、お疲れでござんす。おう、来たかい、国政の。迷惑をかけちまったな。すまんすまん。前座じゃないか。親分さんにはご無沙汰しておりやす。前田偉そうだな。ああ、堅苦しい挨拶は抜きだ。それよりもこれを見てくれ。それは一体、何者かから届けられた文だが、どこかで何やら物騒なことが起こるらしい、などと書かれている。まあ、にわかには信じがたいのでな。そこで文蔵を呼んで確認したのだが、どうやら本当らしいことが分かった。文蔵には全国を回り、いろいろと調べてもらっていたのだが、この日本が、根底からひっくり返る、そんなことを企む者がおるらしい。虎蔵もその仲間だったようだが、奴は利用されていただけだろう。わしらは幕府から各地の治安を密かに任されておったんだが、虎蔵を使いわしら親分衆を争わせ、手薄になったその隙にやすやすと動いていたのだろう。まんまとやられたというわけだな。なので虎蔵を叩いたとて何も変わらんというわけだ。本当の悪党を叩かにゃな。しかしその悪党がどこにいるのか、さっぱりと見当がつかんのだ。それなら任せてくれ。おう、神六かい。うちの兵七がつかんだ情報では、肥前で何かがあるらしいのだ。そこに奴らが集まっているとのことだ。すげえな。すげえ情報つかんだな、兵七。
では肥前に行けば奴らの企みを潰せるということだな。そういうことだ。よし、では肥前へ行き、その悪党どもを倒す。国政の、お前も手伝ってくれるな。もちろんですぜ。国政、やはり頼りになるのはお前だけだな。文蔵親分、私も手伝います。いや、お前はいい。なぜです。おことの近くにいてやってくれ。それはお前に何かあればおことが悲しむ、そういうことだ。わかりました。お父さんお父さんなのこいつ。お父さんはまだ早い。そうなの、長谷部の父親なの。知らなかった。よし、おめえら悪党どもを懲らしめてやろうぞ。てか何歳だよ、豪だ。だが奴らは小賢しい。こちらが動いた隙を狙っているやもしれん。全員で肥前に行くのは危険すぎるというものだ。そこでだ、国政の、お前さんが連れて行く仲間を選べ。残った者は各地を守れ。今こそ力を合わせる時だ。では頼むぞ、国政の。承知しやした。国政さんよ、俺も力を貸すぜ。よろしくな。おう、頼むぜ。これからは皆が力を貸してくれる。忠吉郎親分や神六たち、彼らは頼もしい仲間だ。しかし行く先々は厳しいだろう。いつもいつもすまんな、国政。気にすることはありませんぜ、親分。あっしは無宿徒生の男。一つところに落ち着く幸せなんざ一切考えてもおりやせんし、義理と人情に生きていられればそれが幸せってもんです。この戦いに絶対に勝ち、お孫さんが安心して暮らせる、そんな世の中にして差し上げますぜ。ではごめんなすって。おお、最終決戦って感じだな。とりあえずこっちに話そう。今日はどうしましょうか。おお、仲間が変えられる。鬼松、勝太郎、中右衛門、中右衛門とか言って体力300あんだけど、基本的にどうだろうな。中吉郎320あるけど弱い。武器投げが40だけだ。弱えな、みんな。ヒットポイントと、あとちょろっとパラメーターが違うくらいだな。前田連れてこっかな。どうしようかな。中右衛門が全体的に強いな。300の気力150だからな。こっち連れてこ。ちょっと古文と別れよう。ちょっと梅三郎、お前解雇。首。ちょっとこいつも一旦首にするか。新入社員使えなかったな。一応中衛も入れとこう。まあ、どこでも別れることは別れられるから、この二人を一旦連れていくか。おお、黒忍者に攻め込まれてるぞ。大丈夫か、中吉郎。もういいや、もうアップ移動しよう。ちょっと、駿河に戻るか。で、ゴーダをちょっと連れてきましょう。ってことは、もう、一般兵は出てこないのかな。こういう忍者とかしか。山賊は出てくるだろうな。おお、黒忍者がデフォルトになってる。あと仲間誰だ。虎像とかって仲間になるのかな。ちょっと分からんけど、そもそも虎像一家がどこにあるんだか分かんねえし。まあ、とりあえず文蔵でいいや。さあ、文蔵を連れてくぞ。おお、謎の黒忍者軍団。めっちゃ表立ってきたな。おことさん。古文を連れていく。おお、ここら辺は変わらない。いた、文蔵。250、250。お、パンチ50ある。キックも50ある。こいつは強いな。普通に。文蔵連れてこ。そうすると、中吉郎が弱えな。お前、親分じゃねえのかよ。まあいいや。古文を連れていく。文蔵古文とかしたか。俺の元へ来な。国政会社に就職すれば。大丈夫か、中衛も。お、こいつら、おことを敵と見なしているぞ。マジか、おことさん。お父さんに殴られてる。なんて図だ、これ。何これ。みんな狙ってんだけど、おことさんを。ちょっとかわいそすぎるから、マップを変えよう。いやー、おことさんまさか敵扱いされるとはな。謎の黒忍者軍団。ちょっと待って、一回町に行こう。もう一回ちょっと駿河へ行って、隙
ギル玉が6個あったな今。ちょっと1万円の服が欲しい。1万円の服が、あれを買いに行こう。てか装備今完全に強いやつなのか。よし、山賊だけは倒してく。ちょっと強っ。お、またレベル上がったよ。いいね、経験2倍。あるだけで全然違うわ。おらおらおら。これ武器の攻撃力とか依存するのかな、それとも完全に刀の力だけかな。そうするとあのぼったくり店のな、80くらいあった攻撃力のあるやつ欲しいよな。あれいくらだったっけ。9000円くらいだったと思うんだよな。9000円だったらな、手が出ると思うんだけど。よーし、仕事がな、もう少し報酬が高ければやる価値あるけど、500円とかマジやる価値ねえからな。いち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 、たまたま出会ったやつを倒すっていう感じの方向でいかないと。まあちょっといろいろなバランス的なものがどうかなっていうのはありますね。宿屋がやたら高かったり、てか物価が基本的に高いよな。ここのよろず屋に売ってたっけ。売ってねえし。でここ宿屋だろ。下はどうだ。下、あれ下いけたいけた。あれここ、これしかなかったっけ。こっち行くとだってもう文蔵の家だろ。あれなんか忘れちゃったな。まあいいや、とりあえず飛仙に行く前に、ステータスでスキルツリーを上げるか。まあ旗たきとかあるけど、常連の顔、あれ常連の顔じゃなくて交渉術つけたか。つけてねえし。宿屋とか安くなるのかな。480、めっちゃ安くなってる。何割引きだ。600円が480円だから 10% で60円引き、 20% 引き。すごいな。おお安い。1000円が800円。あ、やっぱ 20% 引きだ。すげえすげえ。おー、だいぶいいなこれ。と言いつつ、そうだ、スキル玉だよ、スキル玉だから。どうしようかな。あとちょっと必要そうなものはもうないからな。古文たちの気力最大値はいらないな、これは。旋風客もあるしな。あ、効果が2倍だ。これをとりあえず取ろう。気力が5アップ、気力が5アップ。よし、効果が2倍と。あと4つは、しょうがない。鶴松に使ってやるか、お前を課長に昇進させてやるか。まあ、ハパンチ覚えさせよう。で、さらに、空竹斬り。ダブルアップ。これ覚えよう。あ、でもだ、これ下にはいけないんだ。これももうできねえしな。から竹切り覚えるか。パンチ、体力、どうしようかな。体力だな。あとは体力を上げていくか、こいつは。よし、ちょっと寝るか。おお安い。安くはないな。安くなっただけで安くはない。はい、というところで最終決戦前ですね。とりあえず中右衛門文蔵のパーティーで行こうと思いますので、今回はこれで終了したいと思います。